タンカー。タンカーとは、液体を輸送する輸送機械、船などのこと。船体内に大型のタンク、液層を設置していることからタンカーと呼ばれる。一般に、石油タンカーをタンカーと呼ぶことが多いため、液化天然ガス、LNG を輸送する船は、LNG タンカー。化学物質を輸送する船は、ケミカルタンカーなどと特に区別して呼ばれる。 戦争がタンクになっている船舶をタンカーと呼ぶ。以下の種類がある。タンカーは通常石油類を輸送する輸送船を指す。搭載する油種は原油のほか、生成された重油、軽油などを扱うプロダクトタンカーと呼ばれる船もある。第二次世界大戦後は主に中東産原油の輸送を行うために経済性の高い超大型タンカーが作られ、 1979年には、世界最大の56万重量トンの原油タンカー、ノックネビスを参照のことが検されたがその後の、大型化は沈静化している。低速で航行する巨大な輸送船は、大きければそれだけ燃費を低減できるため可能であれば、ますます大きな船体が求められる。他の大型貨物船とは異なり、大型タンカーの油の積み下ろしには、岸壁ではなく、 シーバースが使われることがほとんどであり、喫水によって、港で制約を受けることはない。しかし一方で、通過できる運河や海峡が制約されて、不経済な遠回りの航路を強いられる、長時間の二役にかかる、時間のロス、機関やプロペラなどが特殊なものとなる、など大型化による、不利益な面も多くあるため、再現なく大型化できるわけではない。十一世紀初頭の現在は、 30万重量トンが最大級である。軍用のタンカーは補給艦と総称されるが、さらなる区分として、他艦船へ、洋上給油を行うための設備を持つものは、給油艦、給油設備を持たない、輸送専門のものは、輸送艦輸送引く艦と呼ばれる。輸送船は、平たい艦板上に多数のパイプが走っているため、輸送船の中では、 比較的わかりやすい姿をしている。安全確保のために、機関室を輸送と話す必要があり、ほぼすべての船で船尾に、機関室と船橋、居住区画が置かれる、アフトエンジン形式になっている。原油輸送を中心とする、大型タンカーは、大きさによっていくつかに分類される。VLCC までが中東日本間での原油輸送時に、 マラッカ海峡の最大喫水21メートルを通過できるため、日本への原油輸送の主力を担っている。2010年に、スエズ運河の浚渫作業が終われば21メートルの VLCC 相当になる予定である。2001年4月に開催された国際海事機関 IMO 内の海洋環境保護委員会で MARPOL 海洋汚染防止条約対象である。 シングルハルタンカー、船体全部が一重船舶構造、シングルハルの使用を原則船令25年で順次廃止し、最終使用期限も原則2015年に決定された。2002年9月1日発行。例外事故1989年にアラスカ沖で発生したタンカー、エクソンバルディーズ号の座礁事故で、 原油流出による大規模な環境汚染が発生したため、1992年より IMO 国際開示機関の取り決めで1993年月以降に建造契約されるか、または1996年以降完成の積載重量600トン以上の心臓輸送船については、船体全部が二重船舶、ダブル,ハルダブル,ハル構造とし、 すでに建造済みの一重尖閣、シングルハルタンカーの配線を流すなど、事故発生時の環境負荷リスクの低い輸送船への切り替えが義務付けられた。日本初の建造規格である。原油タンクを上下の2層にだけ分け、原則だけを二重尖閣構造にして、船底は一重尖閣構造のままである。上下のタンクを分ける中間デッキが喫水船より下に、ある点が重要で、 これにより下のタンクの原油の圧力は常に周囲の水圧よりも低く保たれるため衝突、座礁によって下部タンクの底に穴が開いも海水より比重の軽い原油はタンクの髪型へ押しやられ理論上は原油が漏れることがない国際海事機関 IMO 海洋環境保護委員会でもダブルハル構造と共に1993年7月以降 建造が認められる。構造上、ダブルハルタンカーより、原則の二重構造幅を広く取れるため、原則から来る衝撃で起こるタンクへの損傷度合いも、ダブルハルタンカーより軽くできる。輸送内の油は流動性を持ち、復元性に対する自由水影響を避けるために、多数の隔壁によって、細かく仕切られている。機関室は安全のため、タンクの後方に配置し、 タンクとの間を空き部屋やポンプルーム燃料油により隔離するように海上人命条約は求めている。また、空にで降転の場合でもプロペラが水面上に出ないように原油タンク内への注水を避けるために十分なバラストタンクの設置が国際条約で定められている。輸送船への油の積み荷は掃油うう側の陸上よりポンプで送り込まれるが、用荷の場合には 輸送船属のポンプによって取り出される。パイプラインは2から3種類の油が混ざらないように分けて搭載できるようになっており、大量に挿油できるメインのラインの一つと残油を扱うストリップラインが一つある。メインのパイプラインから8日時に使用するポンプは蒸気タービンで駆動され、大きな輸送船では数台が設置されている。大型輸送船での油の掃除は1万1火災が、 発生した場合、非常に危険であるため、陸から離れた海上のシーバース、シーバースで行われる。シーバースには大型部位があり、大型部位は海底パイプラインによって地上設備とつながっている。大型輸送船と大型部位の間はフローティングホースによって接続され、二役が行われる。また、シーバースの使用により狭い港での接岸の手間と、 危険や余計な春節工事も省かれる。積み荷の油が発火するのを防止するために、ボイラーからの、排ガスから、ススや、溶応燃焼物、湿気を取り除いて、輸送内に送る、イナートガス装置によって、輸送内に不活性化ガス、イナートガスを送り込む。可燃性ガスや空気の代わりに、この不活性化ガスが満たされた、石油、原油タンクにたとえ火が入っても、酸素がないために、 燃焼や爆発は起きない。輸送船はその荷物の性質上、産油国から消費国へ、石油類の一方通行の輸送を行っている。常に片道は荷物を積まない状態で運行されている。そのような、輸送内に、石油類が積まれず空にの時には、巨大なタンクが全て浮力を持つために、船体が異常に浮き上がり、船尾の舵やプロペラ、船首のバルバスバウが、 水面上に出てしまう。これは、水深効率の低下や、可解点による機関や軸受けの焼き付きの原因となるため、専用のバラストタンクに海水を注水して、浮力の相殺を行う。それだけでは十分でない古い船の場合には、石油のタンク、つまり、輸送にも注水する。また、輸送は、修理や、検査の前には洗浄されねばならない。 輸送を洗浄した後のバラスト水はクリーンバラスト水であり、洗浄せずに輸送に入れたバラスト水はダーテバラスト水と呼ばれる。輸送をバラストタンクとして使用した場合の上部の水やタンク内を洗浄した油濁液はスロップタンクに蓄えられて時間をかけて油と水に分離され、水は海へ排出される。スロップタンクは縦に長い形をして、 油との分離をなるべく容易にしている。スロップタンクに残ったスロップの上に、次回の積み荷の油が入れられる。この方法は、ロードオントップ、ロードオントップ、または、ロブ、リテンションオイルオン、ボードと呼ばれる。船体の不沈を調節するために消費国の海で、バラストタンクに積まれた海水は、産油国で、石油類の積み荷の前に、海へと排出される。 結果として消費国の海水が産油国の海へと運ばれる。これらの海水に含まれる水中生物が意図しない侵入者となる外来生物問題となっている。バラスト水を船内に取り込む時に網で生物を入れないようにすればよいといった簡単な問題ではなく、海水にはエビやカニの養精をはじめ微小な生物が多数含まれているため、目の粗いフィルターでは 簡単には生物を排除できず、それらを除去できるような、細かな目のフィルターは、単位時間あたり、処理能力の問題から現実的ではない。現代では環境に配慮して、バラスト水をできるだけ積まないようにしている。輸送船や LPG 船、LNG 船で火災が発生した場合には、大きな火炎となって、周囲を焼き尽くす事態が考えられるため、これらのタンカーでは、 特別に設計された救命艇が装備されている。45度ほどに傾けて、後部甲板等に用意された自由、高架式救命艇に必要な避難乗員が登場して準備が整うと、斜めの角度で海面に向けて落下して着水し、火災現場である元船から遠ざかる。この救命艇は全体が密閉式の耐熱カプセルになっており、屋根に散水して、炎と熱から、 停体を防護し、低速ながら時故して避難が可能となっている。火炎によって、周囲の酸素が失われる場合に備えて、10分間、程度ならば、艇内に、備え付けの酸素ボンベによって、上員の呼吸が可能になっている。日本で最初に建造されたタンカーは1908年の、大阪鉄工所桜島製、虎丸531層トンで、輸送容量は400トンであった。 1956年、エジプト政府によるスエズ運河封鎖によって、中東からヨーロッパへの原油の海上輸送には、アフリカ南端、希望見ぬよ回らなければならなくなり、それまでのスエズ運河通行の上限であった、最下重量4万3000トン型の規制に縛られず、輸送コストの上昇を補うために、タンカーの大型化競争が始まった。 1955年以前は大きくとも6万10両トン以下であったタンカーも1956年ユニバースリーダー8万5 5 1 0両トン1959年ユニバースアポロ104,520万 4, 両トン1962年日照丸132,334万へ両トン1966年1月東京丸 15万1265十両トン、1966年12月、イデミツマル20万9320両トンと、大型化。1967年の第二次スエズ運河閉鎖で、さらに船型の巨大化を招き、1968年、ユニバースアイルランド、33万18260両トン、1971年、日赤丸、 3 7 2 6 9八十両トン。1973年、グロブティック東京。483,664名、両トン。1975年、日清丸。484,377へ、両トンといった、ウルスックが建造。1973年のオイルショックで石油の消費が一段落。 する1976年には50万重量トン長のウルスク・バティラス55万3662重量トンが現れた。最大は1979年建造のシーワイズ・ジャイアント・ゲンノック・ネビス56万4763重量トン。オイルショック以後の燃料価格の高騰に対応するために タンカーもそれまでの蒸気タービンエンジンから燃費の良いディーゼルエンジンへと変更されるなど様々な方法での燃費の向上策が取られた。1973年以前に建造された VLCC が関連を満たして代替線の建造が始まった1985年以後には同等の最下重量でありながら少し高快速力が低下しながらも半分から一。 三程度の燃料で運行できるようになっていた。1972年春行のジャパンアイリス IHI 製は252,059トンの油を4万馬力の蒸気タービン1機、減速後 84.7rpm により16.5ノットの速度で運行し、174トン、日の燃費であったが、1985年春行のビデミツマル2製、 IHI 製は258,090トンの油を23,500馬力のロングストローク、低速回転ディーゼル1機、直結力 RPM によって14ロットの速度で運行され、60.4トン、日の燃費であった。1972年春高の鳥取丸未製は237,383トンの油を3万4 0 0 0馬力の蒸気タービン1機、 減速後 90rpm により15.8ノットの速度で運行し、166.5トン、日値の燃費であったが、1986年春光の東京丸第二代、未成は258,374トンの油を23,500バリー機のロングストローク、低速回転ディーゼル1機、直結 67rpm によって14ノットの速度で運行され、 57.3トン、日の燃費であった。1967年3月、英国高音丸沖で、トーリーキャニオン号、トーレイキャニオンが座礁して油流出事故を起こした。この後、IMCO、現在の IMO で、タンカーの油流出事故に対応する、船体設計規制について検討し、1971年に、個々の輸送の積載容量に対して、 上限をを設ける規則を制定した。1973年には輸送をバラストタンクに使用して油の混ざった水を海洋投棄することを禁じた SBT 規則が制定された1978年にはイナウトガスをタンク内に注入するよう規則が制定された1989年にはエクソンバルディーズ号原油流出事故が起きた 1992年には1993年以降に建造されるタンカーに対して二重、尖閣構造規則が制定された。LNG タンカーは、液化天然ガスを専門に輸送する船舶である。液化天然ガスは、比重が軽く0.5以下であり、メタンを主成分としていて、摂氏摂取161.5度以下でなければ、上圧下で液体とはならないため、 ハーツタンクや断熱層を備えているが、原油の比重約0.85と比べてもかなり軽いため、他のタンカーと比べても船体に対する2の体積が必然的に低くなり、船体のシルエットでも水線上の部分が大きく見える。超低温条件下でも船体構造材が諸星破壊を起こさない工夫や火器に対する配慮が図られている。タンクの形式には独立球型。 モス型、独立核型、独立円筒型、メンブレン型などがあり、4個から10個程度のタンクを、船体内に一列に備え、上部は甲板状に出ていることが多い。メンブレン型を除けば、独立支持タンクが LNG を圧力をかけて保持しており、周囲を断熱材で囲ってある。メンブレン型では、メンブレン、薄膜と呼ばれる薄いステンレス鋼、または、 インバー合金が、タクシジを兼ねる、断熱材を挟んで船体そのものによって保持され、強度が保たれている。いずれの形式でも船体は二重尖閣構造をとり、事故からタンクを保護している。以前から丸いタンクが、甲板から突き出すのは船尾にある船橋からの、前方視界が悪く、また、独立級型のタンクでの亀裂問題があってからは、メンブレン型が見直されて、タンクの形が、 丸型から角型になる傾向がある。高校中、気化した天然ガスを再液化するための設備はこれまで大型であったため、手機管に蒸気タービンを利用し、気化したガス、ボイルオフガス、ボグをメインボイラーのガス洗浄バーナーやガス滝ディーゼルなどで燃料として燃焼処分がなされてきた。近年では、再液化装置の小型化に成功し、ディーゼルエンジンを手機管とした。 LN タンカーも出てきた。LPG タンカーは、プロパンやブタンを主成分とする LPG、液化石油ガスを輸送する専用の船舶である。LPG は、常温でも、最大8気圧以下で容易に液化できるため、LNG よりは使いやすいが、低温にするか加圧する、またはその両方を行って火器に注意するなどの配慮が求められる点で、 LNG タンカーと非常に近い船舶である。ケミカルタンカーは様々な化学物質を運ぶ専用の船である。運ぶ化学物質の性質に応じてタンクに特別な材料を用いたり特殊なコーティングが施されていたりする。また複雑な配管が看板状に見られるものが多い。港湾などで他の船に給油をするための船。 50から300トンほどの比較的小型で小回りの利く船が多い。軍艦の一艦主として他の艦艇への給油作業を行うための輸送とそうい油う設備を持つ艦艇は給油艦と呼ばれ、これらには1万トンを超える大型のものもある。なお、海軍によっては広報支援や一般的な物流業務などの目的から一般的なタンカーが運用されていることもある。 この場合は、輸送艦と呼ぶことが多い、米海軍軍事海上輸送司令部のチャンピオン級度、簡易の洋上給油能力を持つ場合もある。ロシアが北極海の油田から石油と天然ガスを輸送するため、サムスン造船に設計と製造を依頼した。マイナス摂取45度の環境においても、低温諸性の影響の少ない特殊な鋼板が使用されており、 薄く鋭い監視形状で従来型の砕氷船とは異なり、航行を続けながら後退したり止まることなく厚さ1.7メートルの氷を砕くことができる。推進にはボルボ IPS と同様のプロペラを前にした自由に方向を変えられるドライブが採用された。建造費は通常のタンカーの約3倍と非常に高価であるが、一番艦のカピタンゴツキーをはじめ、 23隻アルフーの建造が予定されている。基本的に貨物倉庫がタンク仕様になっているものをタンカーと呼ぶ。以下の種類がある。航空機におけるタンカーとは通常、飛行中の滝に燃料を空中給油する設備をつけた航空機を指す。これらは軍用機として用いられる。機体内に大型タンクを持つ専用機と汎用機や多用機に増造と、 空中給油設備を仮設したものがある。関西の空中給油機には校舎が多い。森林火災などの広域火災の消火用に機体内に設置した水槽に搭載した水を空中散布する専用の航空機が存在する。こうした機体もタンカーと呼ばれる。空中消火といえば汎用ヘリコプターの胴体下に水バケットを吊るして行う方法が一般的であるが、 この場合はタンカーとは呼ばない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。